はい今回は2頭夢のとコラボを支える会のですね、えー、森康彦への対応という件、こちらの件について、えーまあ、ちょっと思うことをお伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。 あのこのコラボを支える会のですね1人であったこの森康彦っていう、えー、まあ、人物がですね逮捕されたんですねでこのホザナの代表をしてたのかなでこの件についてちょっと注目が集まってそちらの件についてお伝えさせていただいたんですが、えー、その後のこのコラボとにと夢のと のこの対応ということにも今度注目されているんでえこちらの件をちょっと今回お伝えしていきますで結構ですねあの情報がたくさんあるんでちょっとうまく1つで言えないんでい何個かに分けていくつかに分けてお伝えしていくので今回はこの2頭ゆめのとコラボを支える会の,あの、まあ、捕まった後の森安彦への対応と、まあ、そちらについて、えー、お伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたします コラボを支える会のメンバーの一人だった、えー、この森康彦っていう、あの、もっとね、8 0んとか、牧師の者がですね、丸仏で、えー、逮捕されたっていうこと、えー、こちらですね、えー、前もお伝えさせていただいたんですが、そういったことがあったんですよ。で、えー、これ、分かっていることなんですが、この森、えー、康彦のですね、施設ですね、えー、この施設、ホザナってところに、えーまあ、注射器があったっていうことなんで、これっていうのは、本来はこの施設内も、 大丈夫なのかなっていうあの心配があるんですよ普通に考えてねで、えー、このにと、えー、読めるとコラボを支える会にはこの森康彦がなんていうのかなあの応援団のうちの一人に入ってたんですがでなんとね、えー、この森康彦が丸仏で捕まりましたっていうことから、えー、その後ですねこのコラボ を支える会のなんていうのかなあメッセージとか、森安彦あの森安彦がコラボを支える会に出していたメッセージであるとか、コラボを支える会の賛同者の名簿から名前を消したんですね。だから、あのなんていうのかなてうかもうあのなかったかのように、この森安彦というのが丸仏で捕まったからあ、なかったかのように、つまりあの森安彦をあの切ったっていうことですよね、あの切り捨てたっていうことだとあの思うんですよ。で コラボっていうのは、そのなんていうのかなあ、その少年少女とか、そういったことを言ってたりもするわけじゃないですか、その NPO とか、そういうことを言ってる。で、森安彦もまあ、そこに、なんていうのかな、コラボを支える会っていうのにえい,いたわけですよ。まあ、応援してたわけですよ。少なくとも関わりがあった人間をですね、えー、このまあ、もちろんですね、えー 誤解がないように言うと森安彦があおかしいわけですよその丸仏で、えー、捕まってるからねただコラボっていうのはそれと繋がり関わりがあったんで、えー、森安彦があ捕まったところでですね本来気にするべきっていうのはこの施設のこととか気にするべきなんですよなぜかっていうと注射器があったからこれもしかしたら何か危ないことがあるかもしれないじゃないですか全然コラボはそういったことを心配している気配がないんですよそれどころかこの森安彦の件から、えー、コラボを支える会からに というのに何か、えー、また飛び火してくることが、まあ、よ,よからぬと思って懸念したんでしょうね。だからこの森康彦のことを即削除した、えー、だから <laughs> あのメッセージを削除したり、賛同者の名前を消したりっていうようなことをして、えー、森康彦をあ切ったわけですよ、切り捨てたっていうことね。だからこれ明らかに皆さんも思ってると思いますが、このコラボをっていう、まあまあ、NPO 法人って言うんでしょう。かかり方っていうか 非常にこれ違和感ですよねだって自分,を自分たちを支えていたこの森安彦っていうのを、ね、それは確かに森安彦があおかしいわけですよ丸仏で捕まってるんでねただ、えー、そういうことになったら、えー、すぐ、えー、もう、まあ、なんていうのメッセージも名前も削除してそれよりも何よりも前にねこれあやることがあるんですよ自分たちが支える会のところのお人間がその代表かそれがあやっていたところそういうことがあったらその施設内で何かが起きてい いたのかもしれないって懸念するじゃないですかこのコラボとしてはねそれをせずに森康彦をあの切り捨てたんですよだから今回の件っていうのは当然ですよ森康彦っていうのはおかしいんですよ丸仏でねえそんな捕まったりしてるんでおかしいんですがでその穂なっていうのもおかしいんですがえ森康彦と代表を務めてた穂ながですね二党を読めるとコラボとえ関係があったわけですよ少しはね今まではにもかかわらず見捨ててるわけですよでそのコラボの、えー、あり方っておかしいんじゃない の違和感があるよねっていうことを多分多くの人が思っていてえ僕も思ってるんですよだからコラボのスタンスとしては森安彦とあのー、ほ,ほざなはあもうその森安彦が、えー、逮捕されたことからもう一切自分たちとは関係がありません、えー、今後関わりませんっていうような感じで切り捨てたんですよ、うんあのー 森安彦が悪いいと思いますよそんなことをあの全く擁護しないですけどしかしあのコラボを支える会のあの一人支援者だったわけですよで、えー、その支援者っていうのは何を意味してるのかっていうとこの森保彦にはあのほざなっていう施設があるわけですよそそののの施設の中にねそういったあの 懸念材料があるんですよその懸念材料を全然心配している気配がないと、もう本当にこれに関しても違和感しかないと、実,実際、これ多分多くの人が思っていると思うんですよ、あの森安彦が捕まりました、はいえー、い一切切り捨てました、名前、メッセージを削除しました、それで解決しないと思うんですよね、どちらかというと、その森安彦のザ、ね、ナ、えー、っという、えー、施設をあのコラボが見るんじゃないかと僕は思うんですが、そういうことは全くないんですね。うんでえー ちちょっとこちらですね内容があのま何、あ、て言うのかないろいろあるところもあるんで、えー、またちょっと別の機会に、えー、こちらについて、えー、また違った角度からお伝えしていこうと思うんですがまあこの2とゆうのとあのコラボを支える会がですね森保彦が捕まった後の対応が、まあ、非常に違和感不可解があるということを、えー、今回はお伝えしてみましたちょっとですね内容があの他にもあって複雑なんですけど一つ一つあの分かれるところから、えー、なるべくお伝えしていこうと思いますので今、ね、回 今回はここでで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。